キャプテンでの5連勝です。まずいかがですか？そうですね、やっぱりチームとして一体感を持ってやって結果っていうのがこの5連勝につながったのかなと思います。一体感って言葉にするの簡単ですけど、具体的にはどんなところが良くなったなとピッチの中で感じられますか？単純に何ていうんですかね、その勝利するために必要なものは何かっていう話になってきて、やっぱり自分たちのやりたいことを表現するっていうのもサッカーではとても大事なことなんですけど、それと同時にやっぱ勝つために必要なプレーっていうのも自分たちがやりたいこととはまた別にマストとしてある中で、やっぱそれをこうやりたいこととやるべきことを両立してできるのが強いチームだなっていうふうに思っ、っていうのがもう最近チームの中に浸透してきてて、それがや今最近こうまい具合に両立できてきてるのが5連勝という結果につながったのかなと思います。その連勝決定づけたのが山口選手のクロスからでしたけれども、あのシーンどんな狙いがあったんですか？そうですね、やっぱりこう外側回るのは外側をオーバーラップするのは前半から何回もやってて、でああいう場面で一回中にインナーラップしたら多分相手はついてこれないなっていうふうに感じたんで、単純にこうな、え、今日はいただきます、すいません、はい、インナーラップしてそこにうまく山君が出してくれたので、あとはもう相手で高かったんで、とにかく速くて低いクロス入れれば何か起きるかなと思って上げたクロスがうまく得点につながってよかったです。今も言われてましたけど、今日のヒーローですよね。そうですね、今日は誰も譲んないです、俺がヒーローです。でもベンチでもみんな頭ペコペコ叩かれてましたよね。そうですね、やっぱみんな優しいんで、ああやって決めた時にはみんなで喜んでくれますし、そういうそのチーム全体としてのまたなんていうの、まあ、そういうのも一体感の一つだなと思うので、やっとこうチームが一体感が出てきたのかなっていうふうに思います。山口選手の話聞いてたらまだまだこれからは続きそうですけれども、改めてサポーターの皆さんに今後に向けて一言お願いします。まずは今日の応援ありがとうございました。もう本当にサポーターの方々の声援っていうのは、もちろん勝ってる時の後押しもそうなんですけど、自分は特に、まあ、みんなもそうだと思うんですけど、他のチームメイトも負けてる時の心が折れそうな時のあと一方でくじけそうな時に踏ん張れる力をサポーターから僕は毎回もらっているので、引き続き応援してもらえると、よりもっと自分の力にもなりますし、チームの勝利にもつながると思うので、引き続き応援の方でよろしくお願いします。